最近の中国共産党によるテクノロジー企業や教育訓練機関に対する制縮が株式市場を揺るがしウォール街は中国株のリスクに警鐘を鳴らし米中の金融デカップリングを加速させるきっかけとなりました。 米中経済のデカップリングはトランプ政権が積極的に追求しながらも達成できなかった目標でしたが予期せぬことに中共政府が自らの手で米中の資本市場のデカップリングの幕を開いてしまいました7月中旬中共が粛清の対象を教育訓練機関にまで拡大したことをきっかけに香港と中国の株式市場は連続して急落しました 最近では中国株の政治リスクに対して、米国証券規制委員会はもう相手にしたくないといった態度を表明していますロイターが7月30日に報じたところによると、米国証券取引委員会は7月30日、中国企業が自社の法的構造を十分に説明し、中共政府が事業に干渉するリスクを開示しなければ、アメリカでの資金調達を許可しないと発表したようです。 報道によると、米国証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は声明の中で、中国で重要な事業を展開している企業の提出書類について、さらに狙いを定めた審査を行うよう職員に求めたとのことです。米国証券規制委員会のこの決定は、中国企業がアメリカの資本市場に上場して、資金を調達する道が閉ざされたことを意味します。 まず中共がデイデイ中心を粛清したことで中国株の政治リスクが株式市場を直撃しましたアメリカ政府は7月16日の発表で中共が香港への支配力を強めて香港の法の支配を脅かしたことがビジネス環境の悪化につながっており企業の従業員や企業データが危険にさらされることで香港で事業を展開する企業のリスクが高まっていると警告しました その後、中共は粛清の対象をさらに教育訓練機関にまで拡大し、米中資本のデカップリング問題でウォール街を厳しく追い込みました。アメリカが香港中国市場への資金流入を停止するという噂が市場に流れたことをきっかけに、先週の株式市場ではニューオリエンタルなどの教育訓練機関の株式が問答無用に売られ、混乱状態に陥りました。7月23日、 ニューオリエンタルの香港株は連鎖的に下落し54%の下落で終了しました高未来は70%の下落で終了し教育関連の20名からが20%以上の下落となったと報じられています市場の暴落は中国証券監督管理委員会を震撼させたようです7月29日のウォール・ストリート・ジャーナル紙は関係者の話を引用し 7月28日夜中国証券監督管理委員会の法政会副委員長がゴールドマンサックスや UBS グループなどの複数の多国籍銀行や一部の投資会社の代表者と非公開の会議を開いたことを伝えています関係者によると中国の証券規制当局は多国籍金融企業に対し中国政府は今後の政策を導入する前に 市場への影響を考慮すると内々に伝えたというその後ニューヨークと香港に上場している中国株が急騰し直近の急落による損失を取り戻しましたしかしアメリカの資本市場はもはや中国証券監督管理委員会のコミットメントを信頼していないようです米国証券取引委員会は30日 中国企業によるアメリカでの新規公開株などの証券販売の登録手続きを正式に停止したのです。ベテラン金融専門家であるオウン氏は次のように述べています。米中経済のデカップリングが中共と対峙するトランプ政権の主な目標でしたが、当時できることはハイテク、技術、産業のサプライチェーンなどに限られ、資本市場では何もできませんでした。 その理由は、ウォール街は中共の利益上の良き友でありトランプはそこでは無力だったからです今になって中共は国内企業に対する一連の粛清を実施しているためウォール街は中国株のリスクを考慮しなければならなくなりそれが資本市場における中国とアメリカの間の攻防戦の始まりにつながりました 中共が中国大陸の民間企業を粛清するためにそのようなリスクを犯した理由について王氏は中国政府の本当の目的は民間企業を完全に管理することだと述べました報道に記載されているいわゆる AI データ漏洩が国家安全保障を脅かすや3人の子供を産むために家族の教育費を削減するといった粛清理由は言い訳にすぎません 高素症南京市で発生した新たな一派の疫病流行はすでに複数の省に蔓延しています感染力が強いデルタ型変異ウイルスは北京にも侵入しており確定症例者が出た小平区周辺の約10の団地が封鎖され地元の薬局やスーパーでは買い占めブームが起きています北京疾病予防管理センターは7月2日午後 北京で新たに2名の感染が確認されたと通達しました。いずれも湖南省、長河海市から戻ってきたもので、商兵区外流館薬園2区に居住しています。北京疾病センターの報告によると、政府側は同2名との濃厚接触者は654人と暫定的に判断しており、その他の濃厚接触者については確認中とのことでした。 現在、昌平区では計10の団地が閉鎖式管理をされています。7月28日、北京のあるネットユーザーが投稿した動画の中で、昌平区海流館役園2区の23号館が封鎖され、貿易スタッフが来て突然団地全体が封鎖されたと話していました。北京のネットユーザー、ここは北西門だがすでに封鎖されている。 スリッパを履いて出かけた人たちはどうやって戻るのか、私のような人はたくさんいる。流薬園東2区近くの薬局のスタッフである王さんは、海流館薬園2区周囲のすべての団地が閉鎖式管理を強いられていると言います。薬局スタッフの王さんは、海流館はここから1キロほど離れており、今でも私たちを組織して PCR 検査をやっている。 私たちの店も通常通り営業しているが、上の人から営業させないという話を聞いていない。今日について言えば、みんな怖がっているからなのか、比較的人は少ない。留薬園東肉付近の別の薬局従業員センサーさんによると、彼女の薬局のアルコールや家庭用消毒液の75%が7月28日には買い占められ、 さらにスーパーでは野菜や食料がほぼなくなったといいます。中国メディアによると北京の確定奨励者2名は湖南省超過開始での旅行を終えて25日に北京に戻り翌日に症状が現れ検査したところ感染が確認されたとのことです。これ以前にも中国各地では超過開始からの新規感染者が報告されていました。 この超過開始からの疫病電波連鎖は、高訴訟南京から来ています。今日嘅紀元投票就到呢度，多謝收睇、守狐真相永不放棄、我雪兒，聽日見件。